昨日、静岡県側の3つの登山道が山頂まで全面開通した富士山初日から悪天候に見舞われ県警の山岳遭難救助隊が出動するなど救助事案が相次いでいます昨日午後2時過ぎに富士山山頂県ヶ峰付近で登山道から転落したとみられる男性は意識不明の重体で救助され死亡が確認されています一方できょうも悪天候は続いているといいます 午前8時過ぎの富士山9号目ですす山山開ききから一夜明け依然としてて強風が吹き荒れています富士山の天候をよく知る山小屋の人は天気がね、あいにくの天気で、やっぱりこういうことにつなどうしても要因になってはいると思いますけど、無理だと思ったらですね、もう無理をさしないということを、ぜ、う、ひ、ん、お願いしたいとは思いますね。